黒さんお疲れ様です。どうも。いかがでしたか。いや、食べる、みんないなくなっちゃったから食べなきゃいけないっていう孤独です。そうですよね、司会ですもんね、はい、ただすごく良かったっていうかね、もう何年になっちゃってるんで、ね、はい、ただ本当に真剣に議論してるからね、多分いろんな信頼関係生まれてるんだと思うけど、なんとかしなきゃいけないなと思いましたね。この対話をもっと大きなものにして、未来のね、議論の答えにしていかないと、決意を新たにして食事をやめてくれると思います。では美味しさをぜひ、はい、分かりました。ホームページをご覧の皆様に、はい、ホームページの人たちはこの食事よりも明日から基本やりますけど、ゲノピオはね、日本の政治はあまりダメだけど、しかも偉い仕事なんですよ。未来のために議論するし、未来を何か作ろうと思ってるんで、そこに関しては絶対引かないね、僕たちは。なのでそういうことを言ってることが中国にも非常に響いてるのかなと思ってます。期待してよろしい、はい、ということですね。大丈夫ですよ、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうも。